うわあ、そうですか。先ほどの僕の姿勢と見比べてください。この腰の曲がり方、だんだん前傾になりますね。でもなんかこの筆が入ることでぼんやり食べ物チックに見えてきたような、こんな感じでしょうか。いいじゃないですかね。はい、こんな感じで簡単です。うわ、すごくあっという間ですね。簡単。じゃあちょっと やってみます。手前に引きながら押す、下に押す。あ、もうだって強く出ちゃうもの。あ、なんかここに指が固まれてば、うん、そうですね。いやでもこうなかなかスムーズにはいかないな。あ、ちょっと濃くなっちゃった。まあいいんじゃないですか。でざっくりして、はい、今度この縁の部分ですよね。ここは狙っていかないと。これ割と近めで大丈夫です。そうですね。当てれるけど。うわ、縁難しい。僕がどれだけ難しいかって、僕の先ほどの僕の姿勢と見比べてください。この腰の曲がり方、だんだん前傾になりますね。いやだって見比べるとまるで違いますね。あー、もう焼きすぎた焼きすぎた焼きすぎてる。すごい今ざっくり一周したわけなんですが、どっちがどっちだかわからないぐらいの。いやいやいや、もう見比べるとこっち焼きムラがすごいですよ。焦げてますね。やっぱり難しいです。さあ、いよいよ本番というところで、本番は何に色をつけていくんでしょうか。はい、こちらのハーピーの卵の卵焼きです。ああ、そっか、だこの段階だとまだ色が明るいんですね。そうなんですよ、卵焼きというぐらいなので、焼き色をつけていきます。まずはですね、ここはあの卵焼きのカット面なんで、周りが焼けてる状態、断面ではなく、そうですね、当たる面ですね。でここにちょっとこう模様を描くような感じ。あ、得意ですね。得意ですか。先ほどのパンのようで。ああ、なるほど。こうあえてこうちょっと不規則にしていく。そうですね。で、うっすらで大丈夫です。でまずはこの作業。じゃあちょっと、はい、まずは素振りから。素振りを。でこんな感じですかね。ちょっと焼き色強くなっちゃいましたけど。まあ。一緒にしか見えないですけど、ちょっと焼きすぎてしまいましたけどね。そうしましたら、ここの面、この卵焼きってこう断面図ですね。そうですね、こう渦巻いてるんですけど、それをなんと、はい、はいはい、あ、はいはいはい、この巻かれる前に焼かれてた部分ってことですよね。はい、簡単ですね。嘘だ。慎重に。あー、焦げてる。ここ待ってください。はい、なんかすごいことになってきちゃった。いや、だってこの感じ出せないですもん。でも特に全然違いますね。で、先ほどと同じ色なんですけど、はい、筆ですね。またエアブラシでやるのと感じが違ってきます。横にこう乗せているんですけど、こうべったり塗るというよりはこう。そうですね、デコボコしてる。そうですそうです、わざとこう寝かせて、筆を寝かせて吸っていくような。そうですね、こういうとなんか見たことある卵焼きの感じが、食卓に並ぶあの、ね、ライオンたちが食べたあの感じになりますよ。そうですね、こんな感じで。あー、でもなんか、うん、色づきの感じは分かる気がします、ね、挽回できてきてますね。そうですね、なんかこの表面だったらなんとか食べ物に見えなくもない感じには、この面見なければなんとか食品サンプルにはちょっと見えてきたかなと、はい、で、はい、さらに渦巻き状にやったところにこの細い筆で少し、あと同じような感じで強弱をつけていきますね。うーん、あ、卵焼きだ。すいません、はい、失礼します。ここにないところにもやっちゃっても大丈夫ですか。あ、この辺とか、はい。でもなんかこの筆が入ることでぼんやり食べ物チックに見えてきたような。なんか先ほどよりはまだ卵焼き感出ましたね。なんか白身の部分を少し表現したい、ね、混ざってるあの感じ、ちょっと。そうです。で先ほど
焼き色のやった間ですね、を少しちょっと目立たないぐらいでやると、あ、まあ骨は軽くでいいんですけど、これやるとかなりよりこう、ありがとうございます、卵焼きに、ちょっと乗ってもいいのかな、もうちょっとあってもいいですね、表面塗るほどこう切らなくてもいいかもしれない、あ、そうですね、でもなんかこのやっぱ卵の白身感が出すの難しいですね、あ、そうですか、こんなね、うん、と少し周りもやった方がいいですね、あのもうついついピュッてやっぱもともとボールペンとかも筆圧めちゃくちゃ強い方なんで、この先端をこうそっと沿わせる感じが非常にまだ感覚がつかめないですね、こういう感じになりました、一旦これでじゃあ全塗りの工程は終了というところ で、ね、はい、いいですか、長谷川さんも触っても、はい、明らかにパッとこの卵焼き出されてどっち美味しそうですか、どっち食べたいですかって、もう当然長谷川さんの方です、皆さんこれがプロの技です、これが素人仕事ですというわけで、ライオンセレクの熊谷健太郎が挑んだハーピーの卵焼きでした、長谷川さん本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました。ここまで岩崎 BI さんのファクトリー内見学、そして、ハーピーの卵焼きとパンに、着色の体験をさせていただきました、皆様本当にありがとうございました、引き続きテレビアニメ男女飯を何卒よろしくお願いいたします、ということでライオスの声担当しております熊谷健太郎でした、ありがとうございました。